はい、どうも、テンシャーです。今回ね、ちょっと、凝ったサブクエストをね、見つけたんで、そのサブクエストやっていこうと思います。まあ、この子に言うとおりね、三女の玄子の居場所ならわかるよ。どうせ炊事場で、サマムニエル食べたいなんて騒いでるんじゃないかな。え、炊事場がどこかって？それなら私たちのお家の隣だよ、ということで、炊事場に行くっぽい。5人兄弟がいるみたいで、多分5人集めてきて、みたいな、ね、内容だったと思う。ちょっと忘れた。まあ行ってみよう。こいつかな？あら、キールを見つけてくれたの。やっぱり兄弟岩にいたのね。もう心配させるコーナーだから、教えてくれてありがとう。よかったらこれお礼にもらってくれないかしら。これまた別のクエストかな？え、連れ戻すのかな？あのクエスト強制的になくなったりしないかな？ もういないか、あの子いないからクエスト続けられないみたいな。多分他にいるんだろうね、どっか。あ、こいつじゃない？こいつ？玄子？あ、違う違う違う。あ、違うね。あ、こいつだ！サモムニエル食べたい言ってる。え、キールが歌の練習に来てほしいって。ダメ、サモムニエル食べるまでは一体いないもんね。お姉ちゃんたちだってサモムニエルの材料を買いに行ったから、ここにはいないよ。そうしてくれたらお歌の練習してもいいよ。って言ったら本当に買いに行ってたけどさ。え、あっかけるな、こいつ。うん、お歌の練習したくないけど、ホクホクのサーモンムニエルは食べたい。え、どこへ買いに行ったかって？それ安くて便利な、順天堂でしょ。どこ？聞いたことないよ。どこ？まず行ってみるか。順天堂。任天堂かけてるね、これ。ちょっと語呂が似てる。ちょっと探してみよう。ここ、あ、これだ、これだ。グリグリ。わーいわーい。ほら見て、槍のバターを変えたよ。うん、お歌の練習？あ、そうだ。忘れてた。みんちゃん、この焼きのバターをあげるから、これでサーモンウニエル作ってほしいな。そしたらね、炊事場にいる玄子ちゃんに食べさせてほしいな。お腹いっぱいになったら、きっとお歌の練習にも来てくれると思うんだ。たくない言ってたけどね。少女のなんちゃんは、お使いバラしてどっか行っちゃったよ。多分高いところでお歌の練習してるんじゃないかな。高いところ？次女のコッツちゃんは、マックスサーモンを捕まえに行くって言ってたよ。村の入り口にある小さな池で、お魚と戦ってるんじゃないかな。なぜ戦い挑んだ魚に。魚と戦う？え、じゃあどこ行ったらいいの結局。どこ行こう？で、長女のなんちゃんから行こうか。高いところで歌の練習。オッケー。高いところと村の入り口の小さな池ね。お、これ？なんかいた、いた、ここ、ここで歌ってんの。 いや、まあ、鳥だからね。いや、危ないとか言おうとしたけど。まあ、鳥だから、そっか。ランラン、ルララ、ララララ、ルル、ランランララ。はい、ただいま、お聴きいただいた曲は、怪鳥鎮めし勇者の帰還。第一楽章でした。いや、もう、こう、年に合わず、なんかめちゃくちゃ難しそうな歌を歌ってるね。ご清聴ありがとうございました。絶対歴史的な歌だよね。え、兄弟岩の歌の練習？もちろん忘れてないよ。三女の玄子がどうしてもサーモンムニエルを食べたいって言うから、仕方なく姉妹で手分けして食材を買い集めてたの。いや、君サボってたの？もしかして。歌ってたじゃん。私はあっという間に終わったから、ああね。暇つぶしがてら、ここで練習してたんだけどね。なるほど。やっぱできるやつなんだ。でも、キールに悪いことしちゃったかな。急いで練習に行ってあげなくちゃね。それじゃあ、はい。この束んだ小麦をお兄ちゃんにあげます。これでとっておきのサーモンムニエルを玄子に作ってほしいな。あれを食べないと歌の練習したくないんだってさ。まあ本当は別の理由だと思うけどね。ただ単に嫌そうだったけどね。それじゃあ後のことはよろしく。オッケー。あと、あれだね。村の入り口付近の、次女に会いに行くんだ。あ、向こうか。多分、ここの池のことだと思う。お、いた。黄色だ。みんなカラフルだね。兄弟なのに。みんな同じ色じゃない。そういや、そういや。マックスサーモン取ったぞ。お兄ちゃんどうしたの？え、お歌の練習？いや、お魚捕まえてるのに必死ですっかり忘れてた。う、急いでキルのところに行かなくちゃ。また怒られちゃうよ。お兄ちゃん、このマックスサーモンあげるから、玄子にサーモンムニエル作ってあげて。これで機嫌直してくれればいいんだけど。それじゃあ男の料理を頼んだよ。わっしょいわっしょい。
君は何知ってんのかな その年で男の料理頼んだよ。わ、男を分かってんのかどうかも危ういぞ。よし、これでサーモンムニエル作ってあげたらいいんだと思うけど、早くサーモンムニエルが食べたい。まあ、作ったらいいんでしょ、とりあえず。ちょっと材料分かんなかったんで、ちょっと調べてきました。タバンダ小麦と、マックスサーモンと、ヤーディのバターを入れるっぽい。これだね。この3つを入れたら、マックス、なんかムニエルサーモンができるらしい。急に変わる。マックスムニエルサーモン。最後一気に混ぜ込んだね。これを揚げたらいいのかな。早く早く。作ったよ。お。くんくん。くんくん。くんくんくん。鳥って鼻あるのかな。その辺知らない。あ、この香ばしい匂いは、まさか。さ、サーモンムニエル？そんな驚く？そんなに欲しかった？いや、まあまあまあ。いや、ちょっと嬉しいけど、それだったら作ってあげれたことに。これ私にくれるんだよね。そうだよね。あげませんって言っていいかな？いやー、かわいそうだけど、ちょっとリアクションみたいな。ケチー。あげます、あげます。はい、どうぞ。またいただきます。動物みたいだな。動物。もぐもぐ、うぐうぐ、ハフホク。ふう、お腹いっぱい。え、お姉ちゃんたちや妹たちとの約束？うん、破ったらダメだよね。偉いね。私、本当はお歌好きなんだよ。好きなんだ。めっちゃ嫌がってたけど。でも、みんなの前で歌うのが恥ずかしくて。あは、なるほどね。お歌のお披露目会に出るのが憂鬱だったの。難しい言葉使うね。お姉ちゃんたちや妹たちと一緒に練習すれば、だんだん慣れてくるかな。お兄ちゃん、サイモン・ムニエル、ありがとう。幸福で美味しかったよ。私、お歌の練習頑張るから、後で聞きに来てよね。行きます。あいつ、将来有望だぞ。頭がいい。難しい言葉使う。おー、5人並んでる。いいね。お歌ってる。ぐりぐり。うわー、いい歌声。いいね。鳥のさえずり。どうすんの？話しかけていいかな？ラールルーラー。頑張って歌っていたらお腹が空いてきた。お、何？順番ってこと？四男。じゃ、四男じゃないな。4、5、3、1、2って感じかな。あの、後ろのさ、岩にさ、こう指があるから。ほら、5本指じゃん。この上のデコボコね。ここ、1、2、3、4、5の。で、こっち2でしょ？上のデコボコ。ここ3つ。4つ、5つ、じゃあ1つか。1つだから、弓はないんだよな。だから、4、3？ じゃあ4、5、3、1、2だっけ。ちょっと待って、もう一回見ます。4、5、3、1、2の順番で、これ、矢を入れるんだと思う。4、いや、違うかな。2、あ、え、4、5、3、1、2か。うわー、やらかした。2! いや、何入れんの？違うの？いや、めっちゃ無駄にしたんだけど。どうすんの？ちょ、聞いてみるか。キールめっちゃ喋るな。お、なんか言ってる。なんかめっちゃ言ってる。乙女の歌声とともに、その岩、風を受けて歌うとき。勇者に道を示さん。これってどういう意味なのかな？そうだ、お兄ちゃん。お兄ちゃんたちが、を探してくれた俺に宝物あげる。何？あ、コログの歌、そういうことだね。爆発寸前だよって。ポーチが爆発寸前だよって。すごい比喩表現するね。コログの歌が手に入らなかったから。そのままじゃ宝物あげられないよ。いらないものはポイしていってね。オッケー、なるほどね。そういうことね。よーし。これでコログの歌をゲットして、じゃーん、コログの歌。お兄ちゃんたち、ん？お兄ちゃんも兄弟岩に風を送ってごらん。音がして楽しい。音するんだ。待って、気になる。やってみたい。待てよ。あ、持ってたし。間違えたよね、今絶対。見たと3と5一緒に歌ってるの。4、5、3、1、2だから、やります。めっちゃ暗くなってきた。準備整えたかな。4、おー。音鳴ってる。5、なんか前あったよね、笛。口の中の笛みたいな。なんだっけ。
そう、笛のなるラムネみたいな。4、5、3、1、2、これでいいのでは？きたー。ほこらかな？なるほど。お。どうした？お。この子賢そう、めっちゃ。お姉ちゃんたちあれ見て。おぉ。あれれ？あのところにお家あったっけ？お家違うよ。あれ、族長様が言ってた、これだよ。絶対入りたいでしょ、この子たち。すごいすごい、兄弟岩にこんな秘密があったなんて。ね、ママにも教えてあげようよ。うん、そうしよう。みんなで帰ろうとか思わないようにね。お兄ちゃんまたね。バイバイ。そうだ。あーのところまで競争しよう。いいね。じゃあよーい。スタート。めっちゃ怒ってる。あー。めっちゃ可愛い効果も。まあ、お腹に、あれついてたね。赤ちゃんの靴の、靴、赤ちゃんが歩くときプープー言う靴の底の部分。よっしゃ、行こう。うーたどのほこら。行くぞ。風の道。いやー、やっぱ風使うんだ。ゼルダだもんね。ゼルダじゃない。糸族の、あれだもんね。高っ。めちゃくちゃ高っ。登るか。待って、後ろに宝箱とかあったりしないよね。しないか。登り回す、とりあえず。よっしゃ。お？え、これを？どうぞ、これ叩いたら、あ、閉じ込められた。うわ、はめられた。はめられた。やばい。やばい。危ねえ、ギリギリ。え、これ鍵、お、鍵か。ダンジョンっぽいね。なんだこれは。どうすんの？風に乗っていけってこと？いけんのかな？行ってみるか。風は出てるし。なんとかなるでしょう。よし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 。行き過ぎたら時計に当たるとね。いうことね。上登れと。とりあえず風に、あれか、こう、従って進んでいけば、いいみたいな、感じかな。あれなんだ、あ、ちょ、なんでもない。宝箱かなって思ったら、そうでもなかった。おー、むずい。やばい！うわ、危ねえ、ギリギリ。ちょ、テンション高。めっちゃリアクションする、今日。リアクション取る。あ、小さな鍵、もうクリアじゃん。めっちゃ早いじゃん。これで、わい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 。ここまで行って、ここは、あ、ここでもう戻れば。待って、こっち絶対宝箱あるぞ。この流れ、絶対ある。ほらね、そんな気がしたもん。あぶね。なんだ、中身は。おー、火炎の本剣か？開けとこ。よし、ゲット。うわ、うわ、やばい、これ。うわ、最悪。もう、あー。はい。で、これで、ここから戻ったら、OK ってことね。で、小さな鍵入れて、クリアと。簡単だったね。意外と、頭使ったけど、簡単だった。はいー。お、なんかムービーある。あれ？こんなんなかったっけ？あったっけ？いつも。ちょ、久しぶりすぎて覚えてない。ここからクリアが久しぶりすぎて。ね、克服の証。よし。バイバーイ。帰ってきた。兄弟岩。これで終わりかな？ちょっとあの、兄弟のとこ戻ってみる、見るか。とりあえず。顎割れたの、ここら。うるさい。お、え、なんでカシワいんの？え、いなかったよね。いや、まとがいしましたね。ニシアの塔も止めるためも一段落して、まあこうしてふるさとで歌を奏でています。あ、帰ってきたんだ。ところで降りてお願いがあります。あなたにお聞かせしたい歌がある。お話ししたいこともありますので、少し長くなります。構いませんか？つまり、あとでしょ。今回は無理だ。あとで聞きます。おー、寝てるみんな。みんな、なんかベッドに寝てる。すん。スピオピオ、スピオピオ。日の発音は寝てるときに出ないでしょ。スピオ。スピ。寝てますね。疲れ切って寝てますね。はい。というわけで今回はここで終わろうかな。起きるかな。
おわ、落ちないか。風を送っても落ちない。さすが、リト族。風に慣れてる。というわけで、まあ、今回はここで終わりにしたいと思います。さあ、この可愛い寝顔姿を映して終わろう。じゃあ、お疲れ様でした。じゃあね。